黒瀬地区にお住まいの市民の皆さん、こんにちは。先月の12日にですね、私、申し遅れました、後藤慶商会の丸田隆明後援会の代表を務めさせていただいております、丸田と申します。先ほど申しました、11月の12日に、黒瀬地区界隈にお住まいの皆様方の、ご自宅に、郵便ポストに1枚ずつ、私、丸田隆明後援会のビラを投函させていただきました。本来であれば、皆様方の、ご自宅にきちんと、ご挨拶して私の顔をお見せして自己紹介するのが筋でございますが、何分私来年2月に行われます、後藤市議会議員選挙に、候補者となろうとする者として、位置づけられておられますので、皆様方のご自宅に直接お伺いするというのは公職選挙法の事前運動に抵触する可能性がありますので、私はあえて、もう失礼はございますが、皆様方のご自宅に1枚ずつビラを投函させていただく活動に徹しております。1ヶ月近くなりますが、皆様、丸田隆明の考えを読み取っていただけたでしょうか。私は前回の市会議員選挙にいても立ってもおられなくなり、約 2,3 週間ほどの、期間ではございましたが、出馬し、見事皆様方のご期待通りに当選できなかったわけでございますが、それから4年間私はこのスタイルで街頭に立ち、自分の考え、そして後藤氏が抱える問題、そしてしっかりしない議員の先生方に苦言を呈し続けてきたわけでございます。先日もある場所で、隠れ丸田ファンだと、隠れながらあなたを支持してるから頑張れと言ってくださった65歳になられる方から声をかけていただきました。4年前あなたは後藤市議会に一石を投じたいんだと、小さな一石を投じたい、そして市議会に勝つをという、この2フレーズで、578票の得票を得た私でありました。これだけの得票が得られるとは私もびっくりしてしまった次第であり、その結果が結局4年間私はその票を私に託してくれた皆様方の期待を裏切ってはいけないということで、議員浪人生活を続けてきたわけでございます。そういった内容も投函させていただきました、丸田隆明後援会のビラの方に書き巡っておりますので、どうかもう一度、今日来た丸田のビラがこの前入ってたのかということで、読んでいただきたい、そのお願いに今日はお伺いした次第でございます。後藤氏すべてを9月の17日から全部を全員皆様方の全世帯に1枚ずつ歩きながら投函していこうという作業が、もうやはり後藤氏は広かった、お隣の鳴島、佐賀の島、久賀島、蒲島と全ての地域も歩かせていただきました。歩くといろんなところが見えてきまして、今非常にどの地域にも空き家が多いなと、もう肌身感じてしまいました。市長さんは人口減少問題で国境離島にかかって人が増えてるんだということを言われておりますが、市長さんは何しろ後藤氏を歩き回っていない、歩き回ってないからそういうことが簡単に言えるんです。実際言って人口なんか増えておりません。毎日毎日減り続けております。もうしかしながらこれは誰がやっても増やすことはできないです。私の場合はこの減らすスピードを1年でも2年でも3年でも少しずつ緩やかな形に持っていきたいという考えを人口減少問題には掲げております。また私の一番の公約といえば、税金の無駄遣いをなくす。税金の無駄遣いは本当に非常に目立つんですね、この後藤氏は。自分の気に入った方には10円で施設を売り払ったりとか、また、私も今日目にしましたが、日本共産党さんが、江川さんが何か講演会をやるそうですが、そのビラの中に玉の浦10円柿栽培問題の反対したのは共産党を含め4人の議員というふうに書かれておりましたが、
この問題は私丸田孝明後援会が後藤氏に対して監査請求を行い、そして市長に対して167万9990円を支払いなさいという勧告を出されたにもかかわらず、後藤市議会は10円で売って大丈夫なんだという追認で認めたわけでございます。その結果、今この問題は場所を長崎地方裁判所に変えて、原告丸田孝明、訴えられた方が後藤市長なんですね。共産党さんも素晴らしい自分たちが取り組んでるんだというようなことを書かれるんであれば、江川さん、丸田事務所に来て、この問題に関して、丸田に詳しく教えていただきたい。または、自分たちが反対し続けて、この事業が大問題なんだということであれば、訴訟の途中でございますが、原告を丸田孝明から日本共産党の江川光子さん、あなたに代わっていただきたいと私は申し上げたいんです。まあ今日は後藤市議会は委員会が開かれておりまして、後藤市議会の事務局の局長さんから江川光子さんへは、日本共産党が出しているこの討議資料について丸田孝明後援会から指摘が来たということを本人に伝えられていますので、まあこの問題に関してどのように私に謝罪を言ってくるのか楽しみであります。これを簡単な言葉で言うと、人のふんどしで相撲を取るということなんですね。私が指摘しなかったら、これは後藤市議会には議案として上がってなかったんです。ただ議案として上がってたことに対して、野党ですから与党に反発する。それで反対ということなんです。本当にこの問題が大問題であるというのであれば、日本共産党さんが私に代わって訴訟を引き継いでもらいたいということを本日発信する私のインターネットサイトの記事に公開しようと思っております。まあ、このように私は野党でもない、与党でもない、なら何なのか。私は改革後藤という会派を作りたいんです。改革後藤。一匹狼かもしれませんが、やはりこの後藤にないものは、強く正しいことを悪いことは悪いと言って指摘できる人材が誰もいない。この結果が、この後藤市政、合併して16年間、毎日毎日衰退していっております。市民は蚊帳の外、移住者に対しては補助金ガッポガッポ出す、もう手厚い支援をする、この後藤市のミーハー的な考えを、やはり誰かが苦言を通して変えていかないと、これまで気づいてきてくださいましたご先祖様に本当に足を向けて寝ているような状態でございますので、そういったことは絶対に避けなければいけない。そして未来を担う子どもたちのために、税金は公正公平にいいお金を使っていただくようにしないといけないんです。合併して一番良くなっているのは旧福江市だけなんです。図書館も今度作る、新しい本庁舎はできた、もうこのようにいろいろなハード面は整備が進んでおりますが、富江町観光の町でありました、産後の町でありましたが、今はどうでしょうか。まあその理由というのが、富江の町を回りますと三人の叱り金がねというような話ばかり聞いておりますが、やはり今回は私が掲げますスローガン、後藤の未来は人選び、皆様方も真剣に人生最後の選挙だと思って、もうここで本気を出して人を選んでもらいたいということをお願いしまして、少ない時間ではございますが、11月12日に投函させていただきました丸田孝明後援会のビラを発しているのが、この代表の本人であります、丸田孝明でございますので、本日は代表してこの場から、皆様のお住まいのご世帯の窓に、家の中に向かってお話をさせていただいた次第でございます。まあ、何の連絡もなしに突然やってきましたので、大きな声でお騒がせしたということはもう重々わかっております。この場をお借りしましてお詫びしますので、そこはご了承いただきたいと思います。どうか、この機会に、丸田孝明という名前を覚えていただければ、私来年の1月31日、後藤市議会議員の告示日にきちんと出馬をしましたということで、立候補の
届け出を済ませましたという案内のお話をまたやっていきたいと思いますので、その時には、ご自宅から、手でも振っていただけるとありがたいなと思います。まあ、本日はちょっともう支離滅裂なお話になりましたが、もう後藤氏が抱える問題はやはり厳しい人間が指摘していかないとなあなあな社会ですので、これをどうにかしないといけない。市議会に一席をということで前回飛び出しました。今回は大きな石を投げつけたいと、もう一回この後藤市議会というような組織をもう壊さないといけない、そのような状況に迫ってきておりますので、どうか後藤氏の未来を真剣に考えていただけるのであれば、後藤の未来は人選びということで、皆様各自で誰がふさわしいのかということに一票を投じていただきたいということをお願いしまして、本日の街頭演説活動を終了させていただきます。ご清聴のほど大変ありがとうございました。